皆さんこんばんは、さすらいのあきんどです。こちらがですね、やっと届きました、うちに届きました、でかい箱、でかい、いつもの位置からだと全部入りません。スターデストロイヤーですね、ライティングモデルですね、スターデストロイヤーライティングモデル初回生産限定版ですね。これがやっとうちに届きました。ちょっとですね、手違いでうちに届くのが遅れていたんですけども、今日やっと届きました。雨の中をですね、ヤマトの配送の方が届けてくれました。本当ありがとうございます。ということで、こちらのキットの方を見ていきたいと思います。はい、それではまず箱の外見の方なんですけども、オープニングから乗っけられてますけど、箱でかくてですね、めちゃくちゃでかくてですね、もうカメラに入らないですね。すごいでかいです。はい、かなりの大きさですね。かなりの大きさ。箱の外見の方はこんな感じですね。こんな感じ。スターデストロイヤーについての説明書いてますね。スターウォーズの一番最初のオープニングの時にですね、出てくるこのでっかいですね、宇宙戦艦ですね。このくさび型のですね、宇宙戦艦を、皆さん非常に印象的に覚えておられると思いますけど、スターウォーズの象徴のようなですね、帝国軍のですね、象徴のようなこのでっかい戦艦ですね。実はさらにもっと大きいスーパースターデストロイヤーってのもあるんですけども、これがやっぱり、皆さんの印象に残ってるんじゃないでしょうかね。ブロッケードランナーをですね、オープニングで追っかけるあのスターデストロイヤーですね。そしてこちらですね、ライティングモデルということなんで、結構ですね、側面細かく光が出るようですね。実際の撮影用の資料を徹底的に検証し、そのスタイルとディティールをさまざまな成形技術を添え込み完成させたプラスチックキットです。この辺の言い回しがですね、すごいなんかバンダイさんの心意気を感じますね。これはうちの技術を粋を集めて作ったぞみたいなですね、そんな感じが、感じられますね。展示会でも、担当の方もそんな風に言ってみたんで、これはバンダイさんの自信作間違いないですね。そしてこれも箱でかくて全部読めないですね。忠実再現を目指した圧倒的情報量のディティールと要所に配置した LED の発光により劇中の存在感を追求した大型モデル。箱でかいんで端まで読むの大変なんですけども、こういったですね、これ展示会でちょっと、試作のやつを見させてもらって、やっぱ細かい穴が開いてですね、光を透過させる感じで、光の点を表現してるんですね。すごいですね。この辺のドッキングベイというか、このベイのところですね、こちらも中が光る感じですね。そして、細かいですね、清気層されたこういったパーツもですね、バンダイさんのですね、超絶の金型技術ですね、さまざまな金型技術により高密度なディティールと、組みやすさの、そうですね、組み立てやすいっていうのと、こういった細かいディティールがですね、きちんと再現されてるっていうのが、やっぱりバンダイさんの技術じゃないでしょうかね。すごいですね。これ楽しみなキットですね。それでは中身の方を見ていきたいと思います。はい、それでは早速ですね、この画面に入りきらないですね、このでっかい箱を開けていきたいと思います。よいしょ、でかい。なんかこんな感じですね。あ、なんか仕切りが入ってる。仕切り、ちょっと、見ていきますね。これだ、これ、そうですね。これ LED ユニットですね。こう、配線がすでにされた。これが、コネクターがありますね。これ LED ユニットですね。12等分の LED ユニット。電池が入るとこかな、これは。ですね。そして、パーツ。これ環境パーツですね。環境。特徴的な環境パーツですね。そして、これは、これ、なんか透明ですね。透明のパーツ、これがボーナスパーツなのかな、透明なパーツがついてるって書いてましたんで、これ完全に環境の透明パーツですね。透明なパーツで、これも透明パーツですね。これも透明なパーツですね。これボーナスパーツですね。これが、初回の限定版にしかつかないって言われてるこの透明パーツですね。透明な成形だけどかなり細かいですね。かなり細かい造形が入ってますね、この透明パーツ。はい、そしてこれは台座、前と後ろとあるのかな、前後なんですかね、台座が、フレームかな。そしてちょっと仕切り取って、これが、なんか板動かないようにこうやって板に貼ってありますね。これが本体のパーツですね。細かいディティールが入ってますね。これが細かいですね。この辺わかりますかね、細かいディティール入ってますね。これが本体ですね。これが上下2つあるんですね。
な感じで中入ってる。こんな感じですね。これが下になるのかな。これ下ですね。はい、こんな感じ。細かいですね。びっしり入ってますね。そして、この辺が環境パーツですね。これさっきと同じですね。クリアパーツと同じやつですね。で、なんかこれがなんか遮光するためのシールかな。こういうのが入ってますね。うん、はい。そして、これエンジン部分ですね。エンジン部分のパーツ。あれ？これエンジンノズルですね。これエンジンノズルですね、きっと。なんかでもパーツは意外と少ないですね。海外キットみたいな感じですね。そしてこれがライティングモデルの説明と、モデルグラフィックって書いたこういったサッシも入ってますね。この2つが入ってますね。はい、というのが、キットの中身の中身。よいしょ。お買い上げのお客様に、本商品は非常に精密な加工を施しているため、製作工程上表面のディティールには多少の差異がございます。ほう、そういうの、そうなんだ。これちょっと変わってますね。金型から抜いてるけど、まあ、ちょっとやっぱり、個体差が出るっていうことですね。こんな書いてますね。はい。ということで、次はですね、この2つの、説明書を何か開けて見ていきたいと思います。これ何冊入ってました。これ見ていきたいと思います。はい、ということで、ですね、いつもの机の上に戻ってまいりました。いかにあれがでかいかですね。この2つだけでも価格に入らないのは、あの箱はどんだけ大きいんやっていう話なんですけども、1個ずつ見ていきたいと思います。こちらが、これは多分説明書ですね。エスターデストロイヤーライティングモデルですね。説明はさっきの側面に入ったら説明と同じですね。これなんかどんな感じなんだろう。あ、これですね。これ組み立て説明書ですね。パーツリストとか書いてますね。パーツリスト。パーツリストのパーツはこんな感じなので、まあ本体上下と、ライトグレーのパーツ、まあ、そんなにランナーは多くないですね。そんなにランナーは多くないですね。ただ組み付けとしてはそんなにかからないってことですね。うん。組み立ては簡単そうですね。ほいほい。あ、でもいきなり LED ユニットの説明から始まります。これ LED ユニットの説明ですね。電池入れるは配線がこうですよと。で配線挿してくださいみたいなことなんで、最初は LED ユニットの説明から始まるんですね、これ。ハーネスがついてますね。で、LED ユニットをこの状態にしてくださいっていうのがあって、あと、やっぱこの台座2つつながるんですね。2つつながった状態で、本体を支えるみたいですね。こんな感じ。そしてその台座には、ちっこいブロッケードランナーと、ちっこいミニレニアムファルコンつくんですね。なるほど、そういう感じですね。今度ここから組み立てに入るということですね。ここから組み立てですね。という形で組み立てていく感じですね。で、なんか途中に説明文入りますね。スター5000分の1スターデストロイヤーの凝縮された正確さ精密さを楽しむっていうふうにこう文章がありますね。いわゆるこのアングルが一番有名なアングルですね。ライティングモデルこんな風に光るんですかね。なるほど。ほう、こんな感じですね。光が漏れてくる感じですね。これがですね、あの展示会というか、あのイベントで見たあの微細な穴を開けたっていうことですかね。こんな感じですね。細部まですごいですね。この細部のディティールが、これがプラモデルで作れるんだからすごいですよね。これも墨入れしがいがありそうなモデルですね。これだけまあ大きいとですね、スケール感なんか気にせずに墨入れできるんで、これは墨入れマニアとしてはですね、たまらないところですね。こんなディティールなんですよ。これすごいですよね。これがプラモで作れちゃうっていう感じですね。これを思いっきり墨入れしていきたいですね。そしてまた LED ユニットのこう話に戻るんですね。これが配線をこうしてくださいって書いてますね。どっちかと本体の組み立てよりもこの配線をこう配置していくことの方が結構大変かもしれないですね。まあ、所定の場所に、所定のライトを置いてくださいみたいな感じですね。なるほど。で、スラスターのパーツがつくという形になってますんで、やっぱ組み立てと LED ユニットの配置は一緒に行わないといけないですね。やっぱり LED ユニットの配線を組み立てながら、
プラモデルのパーツも組み立てていくという形で配線を叱るべきところに置くという感じですね。なるほど。ざっと見た感じあれですね、やっぱりこう光を透過させて細かい光の点を作るっていう方式なので、まあ所定の位置にこう LED ユニットからの配線のライトをこう置いていくっていう感じですね。こんな感じになりますね。組み立て自体はそんなに難しくないですね。はい。なんで、まあ、あの電飾加工ってすごい細かいですね、加工が必要なイメージなんですけども、まあ、こう手軽に加工できるということですね。まあでもこれだけ大きいモデルについてはですね、やっぱりちゃんと塗装していきたいですね。黒立ち上げっていう感じにしたいですね。まあカラーはまあ一色なんですけどね、黒立ち上げにしたい感じですね。こんな感じですね。カラーガイドっつってもなんか色はこれぐらいしかないですね。問題はやっぱ墨入れでしょうね。はい。そしてこの気になるもう一つの一冊ですね、これ一体何なんでしょうね。これモデリングガイド、モデルグラフィックスって書いてますね。これかな、泥棒ひげさんの本っていうのは。ちょっと中見ていきますね。ピラン。スターデストロイヤーの説明ですね。制作文、あ、泥棒ひげさんって書いてますね。泥棒ひげさんの、まあ、なんだろう、模型紙の一部みたいな感じなんですかね。モデルグラフィックで作ったら模型紙の作例こんな感じっていうのがこう抜粋してある感じですかね。ちょっと違いますね、さっきの説明にあったのと。泥棒ひげさんが作るとこうなるってことなんですかね。付属の LED ユニットを使用し改造するとこんな風になりますよと。透明パーツを生かした、線鏡作例ってことなんで、さっきの透明パーツを使って泥棒ひげさんが作るとこうなるってことですね。作例では光ファイバーを対応している。光ファイバーを使ってるんですね。これは光ファイバーを多用しているが、この環境は別途作品を、準備した、透明パーツの穴は全て UV レジンで塞ぎ、わざわざ UV レジンで塞ぎ、ほいほい。館内に LED を設置し、遮光プラス塗装後に表面に虫ピン用で傷つけることで精密な点を再現したもの。腕に自信がある人はトライしてほしい。あ、なるほどね。一度塗装して、細かい、一応多分泥棒ひげさんの作例であったと思うんですけど、一回塗装してですね、細かいですね、穴を開けて光の点を表現するというやり方ですね。で、こういった表現ができているということですね。こんな感じですね。光の量も強くなってますね。これはいいですね。やっぱ泥棒ひげさんがやっぱ ひと手間加えるとやっぱこんな感じになるっていう感じですね。すごいですね。で、特別パーツ、透明ランナーの特徴、さっきのやつですね、さっきのボーナスパーツというか、まあ、特別仕様のパーツですね。そして、まあ、細かいですね、仕様のやり方が書いてあります。まあ、この辺ちょっと黒好みですね。で、光ファイバーを使うって感じですね。あれはまあ LED ユニットの光を、このモデルは透過させるっていう形で光の点を作ってますけど、光ファイバーの、ユニットかな。光ファイバーのユニット、光ファイバーでまあ細かく光らせるみたいな感じですね。の作例ですね。形容するのかな。こんな感じですね。いわゆる光ファイバーがこう中にブワーッと通ってる感じですね。こういった作例ですね。そうですね。泥棒ひげさんの作品でもよくあるの光ファイバーガーッと埋め込むやつですね。はい、それがすごい細かく書いてありますね。これにもチャレンジしたいな。一回ですね、ビークルモデルのデススターをですね、光ファイバーで光らしたことがあるんですけども、やっぱなかなかね、やっぱ難しいですね。光ファイバーの点灯っていうのはやっぱりちょっと慣れが必要なんで、難しいですけども、なかなか面白いですね。かなり細かく書いてますね。これだけでもかなり価値ありますね。はい、かなり細かいこと書いてますね。一番最後、伝送をうまく仕上げるコツとはって書いてますね。最も重要なのは遮光なんだ。遮光、そうなんだ。光らすのは簡単だけど、やっぱ光を遮ってそこだけ光らすのが難しい。なかなか深いこと書いてもね、さすが泥棒ひげさんですね。電飾の神ですからね、この人は。はい。私もこの方の本を読んで、電飾の、触りだけですけどもね、少し勉強させてもらったんで、やっぱり電飾といえば、泥棒ひげさんじゃないでしょうかね。この冊子だけでも十分価値ありますね。こん
の特別付録の冊子だけでも十分価値があるんじゃないかなと。そして先ほどの透明のボーナスパーツですね、初回限定版お得ですね。やっぱりライティングモデル買ってよかったですね。まあ組み立てについては泥棒ひげさんのこの、細かいですねやつをやるのか、それともまあスタンダードで組むのかちょっと考えていきたいと思いますけども、なかなかですね、コレクションアイテムとしてもですね、なかなか、気になる商品でしたが、やっぱり買ってよかったですね。置いとくだけでもかっこいいですよねこれ。ということで、今回ですね、スターデストロイヤーですね、待ちに待ったスターデストロイヤーライティングモデルですね、初回生産限定版をご紹介いたしました。またですね動画の中でですね、当然ですね作っていきたいと思いますんで、そちらの方もまた動画にしたいと思いますんで、よろしければ、そちらも見てやってください。それではささらいのアキンドでした。新しいキットが来て嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。